はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8続きをやっていきましょう。まあ、とりあえず山頂に来たので、まあ、このまま先へ進んでいきましょう。まあ、あとは下るだけですかね。でもなんか山は下りの方が大変って言いますけど、まあ、山登んないでよくわかんないですけどね。あーでもすげえなこの景色。あ、こっち側とかあれかな、ダーナのいた、まあ、村っていうか町っていうか都市っていうか規模がよくわかんないけど、でもこう見る限りちょっと船じゃ上陸できなそうだな。浅瀬的なものが全くないっすね。まあ、ちょっと先は見えないですけど。だいぶ高いところまで登ってきたな。ええ、稜線に出ましたし、頂上まであと少しのはずです。リコッタちゃん、どうしました？空から何か来る！何だ？すげえ、こいつか。え、ここで戦うの？もしや。いや、落ちるでしょ普通に。あれは翼竜型の古代種。一発ぶん殴られたら落ちるぞ。いや、空飛べるのはずるいよな。ギアスバーン。主といったところでしょうか。この様子では今回は見逃してくれそうにありませんね。え、前回は見逃してくれたの？尋常に勝負。いや、ここで戦うのか。おお、ヒゲが燃えた。え、マジこの狭いとこでどうやってあっちまで行くの？そもそも。あ、来たね来たね。え、どういうこと？ほらほら、届かねえし。痛い。この隙に攻撃しろってこと？なんとか首が届いてんだけど。あ、手攻撃しよう。ほら、これはね、なんかね、でもね、通るんですよね、向こうまで。当たる。痛い。当たりに行ってしまった。これ、しかも、ほら、おー、やばい、めっちゃ食らった。ヒールポーション4つか。止血してリコッタも食らったか。どうする。 60% 回復すればほぼ全開だな。ほら、いや、飛び出したよ。ずるいな。尻尾とか当たった。ん、突っ込んでくるけど無理でしょこれ。どうしようっていうの。微妙にちょびちょび当たったけど、飛び道具が欲しいね。ほら一応反撃チャンス的なあれかな。こういう時にもね、ちょびちょび当てていかないとね。これさ、もう使っちゃっていいんじゃないの。ほらどうだ。ほらこれがかわせないんだよな。絶対食らってヒールポーションを一つ消耗するな。まだまだいける。ほら、リクッタちゃんさ、なんか罠出してるけどさ、完全無意味でしょこれ。なんとかね、フラッシュガードして。ほら全然当たらん。さあ来い。あれ、やばい、なんかやってか、めんどくせえなこいつ。ん、どうした。ほら全然当たらん。いやー、なんだ
おおおお、え、来る、逃げろ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 、炎入ってきた炎入ってきた、ちょっと待って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 、いって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 、しかも多段ダメージ。これは火消し薬使って、またヒールポーション使わないとダメだこれ。まだまだいける、いきたい、逃がさん。それでもリコッタ押し通る、父上に会うために。え、ここからも火入ってくるのかよ、ちょっと待って、しかも絶対やけどするし、一応さこれ避けてもさ微妙なんだけど、ほらこの時に溜めて打って、ほらこの時にほい、ほらここでちょっとねメーターを溜めてでね、横の投げ払いがねマジどうにもなんないんだよね、ほらほら、え、なになになに、またなんか打ってくる、ちょっと待って逃げよう、あ、ちょっと待って、ピョってんじゃねえかよ、チャンスチャンス、ほら今のうちに少しでも叩き込め、尻尾尻尾、ふふ、おー、これがこれめっちゃ追尾してくる、ちょっと待って、火消し薬使って、こいつも食らってるか、どうする、ヒールポーションを1個使っちゃおう、まだまだいける、最後のヒールポーションってか向こういけねえし、ひどくないこれ、狭すぎるな、とにかく、マンゴーとか何個ある、10個あるね、でもさあ降りてこい、降りてきなさい、ほらほらほら、ちょっと技メーターがない、んん、撃ってくるね、この炎がさ、おお怖い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 、こっちまでは来ないか、あ、来た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 、逃げろ逃げろ逃げろ、近づけなくなったな、炎入ってくることによって、またこっちか、いや迂回してきたな、さあちょっと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 、痛いよー、マンゴー食ってで、さらに火消し、やばい、最近全然ダメージを与えられてないな、これずるいよね本当に、これさなんかどうにかならんないの、やばいやばいやばい、マンゴーよりいいのあったっけ、ない、使うか、回復薬がマジでやばい、はい取ってこい、ほらほらほら、溜めて溜めて、んこの時ってさ実はチャンスなんじゃないの、おおめっちゃ燃えてる、チャキーンと、全然チャンスでもなんでもねえし、あちゃ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 、もうこの繰り返したら火消し薬もなくなんな、ちょっと当たったね、すげえ吹っ飛んだな、これもうたまったら即必殺技を打とうって、マンゴーはちょっと節約してココヤシだな、火消し薬がもうこれで終わった、これずるい、これはマジでずるい、ギリギリになって避ける、おお怖い怖い怖い、おおなんとかなんとかかわした、ここに来て、ほらよし、くらいくらい、これをかわせないんだよね、止血止血止血、3つかよ、ここやしここやしここやし、よしチャンスだ、今のうちにもう1回な、ちょっと腕が来たら
ほら、あ、もう倒せんだこれ。危ねえ。必殺技を使おうかと思ったけど使わずして倒すことができた。いや強いっていうかめんどくさかったなこいつ。足場が狭い上に空飛んでるし炎を吐いてくるし落っこってった。勝ったのか。確かによく勝てたな。さすがにクタクタ。でもこれでハドル頂上へ向かいましょう。島の北部がどうなっているのかようやくわかるはずです。まだ頂上じゃないんだあそこが微妙に頂上なんだ。ね、帰ってポーションをね補給したい気もするんだけどね。まあ進んでいきますか。マンゴーとかもだいぶ使っちゃったからね。マンゴーとかってどこになってたっけ。北部とかにさ、これ絶対北部でしょこっちが。なんかすげえ飛んでんだけどやだなあ。いつクラスの古竜種が飛んでたらもう太刀打ちできないよ。ここが頂上か。すげえ高いな。これは古代種たくさん。よく古代種ってわかるねそんなはっきり見えなくね。この世界そのものです。あ、第3部が終わった。ジャンダルムを超えて完。こうして見る限りやはり陸地は見えませんね。しかり島から出るには船が必要。お遺跡のようなものも見えるな。もはやどれが遺跡なんだかよくわかんねえし、多すぎて。ありゃどう見ても人が作ったものだと思うんだが。全体で遺跡ってこと？確かに、それもかなり規模の大きな遺跡のようです。この地に町でもあったのでしょうか。海水が滝みたいに流れ落ちてる。とんでもない場所も見えるぜ。まさか島の北部がこんなことになってるとはな。お、なんか見つけたか。大きな木ある。お、確かに。というかあれは本当に木なのか。あ、これ木だったのでかくて水たまりに見えたんだけど。ここから見た限りでははっきりとしたことは言えませんね。あの大樹は見覚えがあるっていうとまたな、おかしな人扱いされるからね。とりあえず行ってみよう。そうだな。そうおっしゃると思いました。これだけ古代種がひしめく地を探索するなど危険極まりないのですが、このまま漂流村へ戻っても島を脱出する手立てはありません。ちびりそうな場所だが考えるまでもないみてえだな。リコッタの親父さんもこの北部にいる可能性が高いんだろう。しかりリコッタ父上探す。すげえな、一人で乗り込んだのか。やむを得ませんね。行きましょう、ジャンダルムの北へ。
お、あそこに。あれ、洞窟？さすがに頼りになりますね、こいつは。待て。おう、ヒュンメルじゃん。てかお前いつの間にここに来たんだ。ヒュンメルがパーティーに加わったってこいつもあれなんじゃん、 T を探してるんじゃん。 T をタナトスだっけ。そうだよ、その仕事にタナトスが関係してるんだよ。よろしく。ああ、なか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 ノリが合うね。第4部、失われし世界。さあ、行ってこい。はい、というところで、じゃあ第4部が始まったところになりますので、まあ、ちょっと早いですけれども、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。